division fight. はい、どうも、浮士です。UFC4 をまたやっていきたいと思います。今回は、クレベル小池選手対、萩原恭平選手、ライジンランドマーク3のですね、ちょっと再現をやっていこうかなというふうに思っております。今回ね、ライジンランドマーク3、萩原恭平選手対、クレベル小池選手、見た方もね、多いんじゃないかなと思います。結果としてはですね、クレベル小池選手がね、さすがの、一本勝ちというふうな形になりましたけれども、萩原恭平選手のね、本当にこう、カットさせるようなね、キレのある打撃とかっていうのも見ることができたので、なんか本当萩原恭平選手のこう価値をね、下げるような試合じゃなかったなというふうに改めて、思ったんですけれども、それでもですね、ちょっと萩原恭平選手ファンからしたらですね、ちょっと悔しいなというふうな気持ちはね、やっぱりあると思うんですけど、僕もね、もっとね、こう恭平選手がこう活躍してほしいなというふうに思っているので、頑張って応援していきたいなというふうに今後も思うんですけれども、今回はですね、そういったところで僕がですね、以前作ったこのね、萩原恭平選手に似たキャラクターでですね、こちらも以前僕が作ったクレベル小池選手っぽいキャラクターとですね、戦ってなんとか勝っていきたいなというふうに思っております。ちなみにコンピューターのレベルはレジェンドレベルということなので、正直ちょっと厳しいなというふうに思っております。はい、戦う前からですね、そうですね、もう多分本当に寝技に持ち込まれると僕はもうレジェンドレベルとかだとちょっと難しいなというふうに思っているので、とにかくスタンドで勝ちたいなというふうな感じですね。うまく3ラウンド使ってですね、頑張りたいと思います。はい、そうですね、大体僕もともとその UFC4 もスタンドがすごい好きで、もう寝技はね、なかなか難しくてできないんですけれども、ちょっとね、ただある程度対応していきたいなというふうに思ってます。とにかくタックルを取らせないことっていうのをね、まず第一に、考えてやっていこうなというふうに思っております。とにかくローガードですね。ただ結構打撃も打ってくるんですよね、うまいことこのクレベル選手のキャラクターって。そこはちょっとね、難しいとこだなというふうに思いつつなんですけれども、今回ちょっと頑張っていこうかなというふうに思っております。いや、でも萩原選手のね、このキャラクターめちゃめちゃ好きなんですよね。なんかこうタトゥーとかをね、むちゃくちゃこう頑張って作ったっていう曲があるんで、リベンジマッチです萩原選手ファンとして頑張りたいと思います。奇抜な攻撃できますよね。はい、よっしゃ、ナイスロー。ほら、そう、カフカフ。危ない危ない、首つかれた、危ない。オッケーオッケーオッケー。絶対抜ける絶対抜ける。レジェンドだろうが抜ける。危ない危ない。脱出脱出。オッケー、危ねえ危ねえ。いやいや、ちょっと立たせてくださいお願いします。うわー、ちょっと待って。うわー、立たせてくださいお願いします。いや、ここはね、よし、ここで立てるはず。Alright, side control now, DC. You know he's in his element on the ground. A lot of tricks up his sleeve. A lot of tricks. Okay. ここだ。
Working off of his back here. Looks like he may try to hip escape. Oh, he's got the ground and pound going. やばいやばい。全然抜けられん。He is a master of these transitions. He is a master of movement on the ground. You never know where he's gonna be.よし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 、ここ立つぞ立つぞ立つぞ。うわーバック取られた、やめてくれ。うわー地獄。いや無理か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 。いやすいませんでした。すげえ。なんかここら辺バグりましたけどね。いやーきつかったな。Down the stretch, clearly it was sunk in deep. His opponent had no choice but to tap or take a nap. In this case, he chose to tap out. All right, so a wild round and a wild sequence there on the ground. 完璧にやられましたね。Such a phenomenal grappler. I don't understand how people don't know that. 瞬殺されましたね。He is the best grappler, best submission we've seen. リベンジしたかったのに。いや本当に真面目にやってましたからね。ちょっとレジェンドレベルのこいつ強すぎるな。きついわ。1ラウンド。あ、まあ4分ね。あ、でももうちょっと、あと15秒だったのか1ラウンド。かーきつかったな。いやちょっともう一回やりたいな。ちょっとあのいつもあのおかわり的なことは今まであのこの動画でやってないんですけど、すみません、あのもう一回だけやらせてもらっていいですか。もうあのもう一回目、まあ、見る見ないはもう全然自由にしていただいて、もしよかったらもう一回だけちょっとこの再生ボタンを押させていただいて、もうちょっと頑張りたい。すいません本当に。もうねちょっともう一回だけすいませんやらせてください。頑張ります、次こそは。ちょっとあの本当に初めてのことなんですけど、ちょっともう一回だけ、ちょっとね再戦させていただきたいなというふうに思いますんで、すいません、よろしくお願いします。頑張ります、次こそは。はい、ということでなんとまさかのね再戦ですよ。ちょっとあまりにも不甲斐なかったんで僕はね、ちょっとねもうやっぱね積極的にいかないとダメですね。ちょっと守りに入りすぎてましたね。そうそう、こういう時にそうですよ。おーっと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 すえ。ちょっと待って、ああもうこのパターンに行かれるときついんですよね。うわ、嘘でしょ嘘でしょ。もうダメです、何回やっても勝てないし。いやー強いわ。まあでもこんなパワーないですけどね。いや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 、パワフルすぎるでしょクレベル選手が。すげー、まあまあまあ強いというかね、僕は下手くそなんですけれども、ちょっとやっぱ一発寝かされたらもうちょっと勝てないですね。
抜けれないんですよね、全然。なんじゃこりゃあですね。はい、ということで、まあ、なんと今回まあ、なんと再戦までしたんですけれども、2回目のクレベル選手負けてしまいました。申し訳ねー。はい、ということで、すみません、ちょっと今回なんと前代未聞の2回チャレンジしたんですけど、2回とも1ラウンドで、しかも2回目の方が瞬殺されるという風な感じになっちゃいました。はい、ということでまたね、ちょっともうちょっと修行積んで、レジェンドレベルはやっぱ強かったですね。そう、頑張っていきたいなと思います。はい、ということで、すいません、またね、改めて、まあ、いろんなね、これまでも選手とか作ってたりもしますんで、まあ、今回初めてね、ご覧になっていただいた方は、今までこう、まあ、ライジンとかでね、活躍する選手に似た選手をね、たくさん作っております。まあ、UC4 をやってる方はね、選手作成の参考にしていただければというところと、まあ、なかなかね、現実的にはできないような夢の対決とかもやってたりもしますので、まあ、よかったらね、暇つぶしに見ていただければなというふうに思っております。はい、ということで、まあ、よかったらね、またチャンネル登録ご用かなともお待ちしております。またぜひ今後ともよろしくお願いいたします。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。